前回の動画でライカの M 型フィルム機の新型に関するお話をさせていただきました。年ごとに撮影用フィルム製品が廃盤になっていくという状況の中で、ライカがフィルムフォトグラフィーの文化を大切にしているという事実は、このチャンネルをご覧のフィルム撮影を愛好する方々にも力を与えてくれることでしょう。ところで、かつてフィルムで撮影した作品を鑑賞する方法には、ネガであれば引き伸ばし機を使って印画紙にプリントする、ポジであればプロジェクターで投影するという方法が一般的でした。ライカ自身もそのために引き伸ばし機としてフォコマート、プロジェクターとしてプラドピットという製品ラインナップを用意していました。しかし現在はいずれも生産中止となっています。一方で、デジタルが主流の現在では、デジタルカメラで撮影した作品を一旦ライトルームやキャプチャーワンなどの現像ソフトに取り込んで、必要に応じてプリントしたり、ディスプレイで鑑賞を行っている方が多いと思います。そこで今回はフィルム機で撮影した作品をデジタルデータと統合して管理するために、フィルム作品をデジタル化する方法についてご紹介したいと思います。ご興味ある方はお付き合いください。一般に撮影したフィルムをデジタル化するためにはスキャナーを使用します。スキャナーにはフラットベッドタイプとフィルム専用タイプがあります。フラットベッドタイプは複数のフィルムを一括して読み取れるなど操作性に優れており、一方のフィルム専用タイプは元よりフィルムのデジタイズに特化して作られているので、高精細でのデジタル化が可能です。画面はプラスティックオプティックフィルム 8200iAI というフィルム専用タイプで、 7200dpi の解像度、赤外線によるホコリや傷の除去機能を持つ高機能のスキャナーです。シルバーファスト AI スタジオという充実したスキャナーソフトウェアが付属しています。後継機種としてオプティックフィルム 135i というのが出ているのですが、今のところそちらにはシルバーファスト製品は付属していないようですね。では実際にデジタル化を行ってみましょう。ここでは最もベーシックな手順を紹介します。最初に専用のフィルムフォルダーにフィルムをセットします。フィルムフォルダーを本体に差し込んで、スキャンしたいコマの位置に合わせます。オプティックフィルム 8200i ではコマ送りは手動で行う必要があります。次にスキャナーソフトのシルバーファストを立ち上げ、スキャンの基本設定を行います。白黒ネガ、16ビット、出力形式は TIFF、 ここではとりあえずスキャン解像度は 2400dpi に設定しておきます。最後にネガタイプを選択しておきましょう。続けてプレスキャンを行います。プレスキャンした画像をもとに、最終的にスキャナーで取り込む領域を調整した上で、本番のスキャンを実行します。出力された画像を Lightroom で取り込んでみましょう。
ここまで来ればあとはデジタル規定の現像作業と同じですね。初期投資を抑えたいのであれば、お手持ちのデジタルカメラとマクロレンズに画面のようなアタッチメントをつけてフィルムのデジタル化を行うことができます。画面は JJC のフィルムデジタイズアダプターです。ニコンから出ている同様の製品を汎用化したもののようです。フィルムをマクロレンズで撮影するだけですから、画質的には専用のスキャナーに劣りますが、ウェブに上げる画像などであればこれで十分でしょう。ただ撮影に使用するマクロレンズと相性があり、組み合わせによっては撮影した画像を大きくトリミングする必要があったり、最悪の場合はフィルムにピントが合わなかったりするので注意が必要です。一コマの撮影に要する時間はスキャナーよりもはるかに短いため、私はこれをフィルム管理用にインデックス画像を作成するのにいいのではないかと思い購入しました。しかし実際には撮影用に組み立てる作業が意外に面倒であるため、結局ほとんど使わないままになっています。ちなみにこの方式でネガフィルムを撮影する場合は、当然画像は反転しているのでネガポジ反転用のソフトで処理するか、一度ライトルームなどで取り込んだ後、トーンカーブの傾きを反転させて対応する必要があります。いかがだったでしょうか。フィルム現像を自分で行うなら、引き伸ばし機を使ってプリント作業までやってしまうというのが一番の理想でしょう。ただ引き伸ばし機を使うためには本格的な暗室が必要になるほか、薬品の使用量も大幅に増えるためハードルは上がります。現在ではフィルム機をお使いの方でもほとんどの方がデジタル機と併用だと考えられるので、フィルム作品もスキャナーでデジタル化して一括管理するというのが一番合理的と考えられます。フィルムフォトグラフィーに力を入れるライカであるなら、ライカマークのついたフィルムスキャナーを製品化していただきたいというのは無理なお願いでしょうか。ではまた次回の動画でお会いしましょう。